大阪天満橋にございますフレンチレストランリバースイート大阪の畑と申します。気をてらわずゆっくりと皆様にお過ごしいただきたいをモットーに、サービススタッフ一同精一杯お手伝いさせていただいております。皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。若月です。瀬戸内海の島、島を買いました。海洋リゾート施設です。お泊まり女子会、カップルに最適です。ボートでも来れます。若月で検索か、ビラリボーンで検索してください。お待ち申し上げております。東大阪八ツ橋の、カフェでレッスンをしておりますアトリエ直香です。グルーデコ、ビジューポーセリン、マカロンタワー、フラワーのレッスンをしております。この3月からはクレイ用品とこういった備中アクセサリーの販売をしておりますネットショップも立ち上げましたので、ぜひご覧になってください。よろしくお願いします。こんにちは。感謝家としてマーメイドカナエルとして活動している上田かなと申します。YouTube などで、マーメイドカナエル感謝家上田かなとして検索していただけると、見ていただけると思います。よろしくお願いいたします。はい、大八木真理子です。私はファスティングアドバイザーといって体質改善や女性の美のお手伝いをさせていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。芦屋で自宅サロンをしております渡谷と申します。サロンドレーブっていう、健康に関してのサロンを開いております。娘はネイルサロンということで私薬剤師をしておりまして、栄養に関してのサポートをたくさん皆さんのお役に立てる情報を提供しておりますの でお食事も美味しいということでね、今日好評いただいてて、体にいいメニューを皆さんお召し上がりに来てください。ありがとうございます。はじめまして、こんにちは。市場縄手でエステサロンを2店舗しております。エステが天職だと思っている春名智恵と申します。お顔のことなら何でも言ってください。フルリールで検索してください。よろしくお願いします。リバースイート大阪は対岸は桜の木、四季折々の時期感を楽しんでいただけます。ぜひお越しくださいませ。はい、切り替わった。はい突然白キャンになっちゃったね。突然ですね。うん。じゃあさ、これ ね、うん、ミルクセーキあるじゃないですか、うん、これ出してくれたやつですけど、うん、ね、下のね、自販機で、うん、このコーラ買ったんですよ。コーラ、コーラ、うん、何の変哲もないコーラなんですけど、うん、このサイズが良くて。このサイズが昔こうだったでしょ。いや、コーラそうだよ。コーラでも何でも缶ジュースって今はもうちょっと太いじゃないですか、うん、アメリカサイズって。はいはいはい。これ減りましたよね。このせいか言われてみたら缶ないよね。なんかもう少し低くてコーヒーとかはありますけど、そう、短いやつとね、うん、ポカリスエットにしても何にしてもみんなでっかくなっちゃったもんね。そうそう、うん、昔これでプルタム中華ね、もちろんこう剥がして、うん、剥がして捨てるやつね捨てるやつって捨てちゃいけないっつって、うん、こっちのミルクセーキはね、舞鶴の岸下君って友達がね、懐かしい方ってこれ缶で送ってくれたんだ。こういう形で売ってんですね。うん、通販で買って送ってくれたみたいな。ああ、この味ね昔の昭和のさ、このね、濃いんだか薄いんだか分かんない、ね、まあ、ね、微妙な成分だね。ちょっと懐かしい味ね。喫茶店行くと、うん、古い喫茶店行くとありますよね。うん、これ聞いた話によると、ポカリスエットとか太くなったじゃん、はいはいはい、で、ちっちゃい缶があっても値段一緒でしょ。そうですね。あれなんでだろうって考えたら、うん、そしたらね、あれは価格の感覚をね、麻痺させるためじゃないかっていう説もあった。ああ。だけどなんか薄い方、ちっちゃい方が濃いのかなとか思うじゃん、うん、まあポカリは特になんとなくね感じるよね。
コーラのあのなんかカルピスも濃い派と薄い派とあるでしょ、はいはいはい、そういうもんなのかなと思ったら一緒だって言われたんだよね、まあ、ポカリはね、うん、それもそうなんですけど、まあ、最近って缶のポカリすらなかなかなくてペットボトルじゃないですか。そうだで、うん、これ皆さん一回ちょっと試してもらいたいんですけど、うん、新幹線の中でポカリ売ってるんですけど、それはボトル缶なんですよ。要は缶なんですけど、うん、いわゆるキリキリキリって開けるやつね。こういう形で、そう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 、はいはいはい、あれで、うん、まあ、飲み口がでかいやつなんですけど、うん、そっか、これね、うん、不思議なことにそれこそ中身絶対一緒なのに、うん、味違って感じですよ。缶の匂いかもしれない。そっち缶の方が美味しい。へえ、なんかこれは絶対言える。で、口触りが缶の方がいいとかそういうことじゃない。そういうことも多分影響してるんでしょうけど、うん、飲み口が広いからコップ感覚とか、うん、でもね、あれは味どう考えても違うんですよね。あ、そう、うん、へえ、なるほどね。あ、でも俺缶のポカリって過去に1回ぐらいしか飲んだことないけど。好きじゃないですか、あんまり。じゃ、ポカリ好きよ。好きだけど、なかなか缶のやつは足らないじゃん。で、どうしてもペットボトル買っちゃう。やっぱ缶はね、やっぱ1回開けるとね、うん、飲み切らんといかんですからね。でもあれ蓋ついてるからね。そうそうそう、ボトル缶のやつはね、なかなかボトル缶とのは巡り合わないよね。最近はね、うん、お茶で1か210円ぐらいする、うん、濃い高級緑茶みたいな缶のやつ出てますけど、うんうん、あ、そっか、でもそうだね、うん、コーヒーとかでもあるんで、コンビニもね、ありますね、ブラックとかね、うん、いや、それこそあの価格を麻痺させるっていうのは、うん、お茶の値段って地味に上げていって成功しましたよね。そうだよね。だって初めお茶ってさ、どこ行ってもお茶と水はタダで出るもんですか。それはそうですし、うん、なんかこう、うん、今ね、うん、自販機とかコンビニとかだいたいまあ151円とか、うん、あ、はいはいはい、まあコンビニで150円、うん、あ、自販機で160円とかね、うん、そんなしなかったですよね。だって120円が限界です、ね、マックスでしょ。せいぜい120円だって、それをなんか、うん、もう15年ぐらいでじわじわ上げていったって感じ で130円になって、例えば卵って値上げすると発表があるじゃないですか、うん、ニュースで、うん、そういうんじゃないから、うん、でしかもなんかたまにこれは訳あって高いんですよみたいな感じで、うん、そこで一回上げといて、うん、でそれで価格が馴染んだところで、うん、あ、安い茶もこう上げるっていうそうだよね。でもね、日本茶ほど素晴らしい飲み物はないなと思うのはね、うん、日本茶ってその今飲みたくないって時はないでしょ。ない、いつでも飲めるんですよ ね。それこそもう汗だくになってる時も飲めるし、うん、でちょっと出されてもありがたくいただくし、あと風邪とか時でも大丈夫でしょ、うん、コーヒーはそうはいかないでしょ。いかない、飲みたくないからね。マラソンの後、運動した後あんま飲みたくないしそう、コーヒーはそうだね。そうだ、運動の後麦茶がいいとか言って、うん、昔よく飲んだ。まあお茶、うん、要はお茶ですよね、うん、紅茶はちょっと美味しいけど渋みあるし、うん、あれさ、ケント子供の時さ、はい、麦茶の甘い麦茶って飲んだことない？砂糖入ったやつ、うん、僕はそれはね、飲んだことない。結構いる人いますよね。いや、俺小学校までそうだった。あ、そうですか。少年野球とかさ、色々あるんでしょ、はいはいはい、で、なんかやった後にこんなでっかいさ、あれでお母さん家が作ったやつがあって、で、この煮出しだよね、昔の あのパックじゃなくて、はい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 、煮出したやつに砂糖を入れて煮るわけよ。それでさ、キンキンに冷えると甘いのね、うん、で、うち東京 あの親戚の子がこっちに3つ下がいてね、で来た、兄弟3人来たって、あの、そうしたらその子たちが来るときはうちで砂糖を入れないんだよね、うん、ただあの子たちは砂糖入り飲まないからって。東京の人は砂糖入れないんですか？入れなかったみたいだね。でも関西もあんまり入れない。世代の問題じゃないかな。いや、その時、うん、だってそこうちの、だって親戚の子一番年が近いかも、2歳、4歳、はい、6歳ぐらい違ったのかな。うん、それでその年の差で、それでこっち夏休み泊まり来るときには、はいはい、その子たち用には砂糖入れない。あ、でもそっちの方が健康的だけどね。僕ね、それこそ砂糖麦茶の存在を知ったのが、うん、ドラマでね、うん、それこそ僕のせい、太陽に吠えろですよ、はいはいはい、松田優作さんの演じたジーパンデが、うん、あの菅井欽さん、うん、お母さん役なんですよ、うん、親子のやり取りの中で、うん、あんた甘い麦茶だったよねって言って三田さん、さんに、うん、役ですよ、うん、で砂糖、うん、昔のあの飴色のこの砂糖入れですよ、はいはいはい、木の蓋のやつ、うん、であれにね2杯ぐらいバシャバシャっとコップの中に入れてね、うん、
そういうシーンがあって、うん、えっと思って麦茶でしょって思ったのが最初でした、うん、それはドラマだからこうやって言うけどさ、実際溶かすんだよ。あ、もうあらかじめ作っちゃうんですね、 その沸かす段階から、うん、で普段は私の金さんはその設定の中でね、あの普通の甘くないやつ飲んでるわけよ。あんた子供だったよねっていうために、そういうシチュエーションで可愛かった部分を演出するために、そうかそうか、エテスそこで入れないと分かんないですもんね。そうで冷たいの溶けないじゃん。確かに、うん、沈むだけですよね。そう、あんた甘いのよだったよねって出しても、甘いんだか辛いんだか分からない。確かに、絵としてね、うん、そのシーンだよね、うん、そうそうそう。じゃあ実際飲んだことないんだ。飲んだことないですね。あれキンキンに冷えたやつさ、ね、運動した後にもうガッツガツにも汗かいたのに、はい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 、飲むとすんごい、なんてこんなに美味しいものがあったのかっていうぐらい甘い。甘い麦茶、甘い、うん、あ、そうですか。でも今飲めって言われたら飲めないかもしれない。うん、でもなんか麦茶って、うん、濃いめのやつとかを一瞬口にするとアイスコーヒーみたいな瞬間ってあるんで、うん、なんか甘いのがあながちね、うん、緑茶の甘いのダメですよ、うん、僕台湾とか行った時にね、まあ、台湾に限らず、うん、結構海外で売ってるグリーンティーって砂糖入ってるんですよね、はいはいはい、アメリカも。あ、ね、入ってる、入ってるでしょ。あれはもうなんかけったいなことしてとかと思うんですけど、麦茶はまだマシかなっていうのはあります。全然マシ。俺麦茶のそれ飲んでたけど、うん、子供の時になんかあのグリーンティーの甘いやつが出てきた時は、はいはいはい、吐きそうになった。で 2,3 日なんか気持ち悪かった。でもあれが好きな人もいるから否定できないんだけど、グリーンティーの甘いのはなんかね、見た目青汁なんだよね。それで、うんうん、飲んだ瞬間甘いもんじゃないと思って飲むから余計その違和感があって、うわーみたいになってね。あ、じゃあダンさんクイズ、うん、あらゆる食べ物と、うん、食べ物ですよ、うん、あらゆる食べ物と相性の悪い味の、うん、食べ物は何でしょうか。だってあらゆる食べ物と、これ言い方気をつけないとちょっと若干の営業妨害になるんですけど、それはフォローしますけど、例えば梅干しとご飯合いますよね。まあそうね、納豆ご飯合いますよね、うん、そういうのの逆で、もう相手が米だろうがパスタだろうがそばだろうがステーキだろうが絶対にこれと一緒に食うと、あ、その食材が美味しくなくなるものがあるんです。でもそれにはその食材特有の、食材というかそのアイテム特有ので、うんうん、理由があるんですよ、うん、あ、それでまずくなるのねと、うん、出来の悪いものではないものではない。本当はそれ単品で食べれば、そうなんです。だけど合わせると絶対、まあ、変な趣味の人以外は絶対まずくなる。何の食材とも合わないの。絶対合わないです。これお菓子でデザートじゃないよね。そうです、食べ、デザートではないですね、うん、考えりゃあーって感じかもしれませんけどね、うん、何とも合わない、野菜とも合わないし、野菜気持ち悪いですね。あ、そう、気持ち悪い、野菜と合わせて気持ち悪い。ご飯ダメでしょ。うわ、もうダメだ。え、野菜もダメ、ご飯、パスタもダメ。うわ、もうダメですね。趣味悪いですね。そばにもダメ。あー気持ち悪い。もう持ってんのか。それちょっとヒントちょうだい。ヒントはですね、日本のもの開発はね、うん、海外かな。開発海外、開発は海外、そんな昔からないですよ、うん、ここ20年ぐらいのものだとは思うんですけど、うん、多分ですね、伊達さんも、うん、多分絶対1回は皆さん多分、ね、食べたことはありますし、うん、食材という言い方はちょっと違うかもしれませんね。料理、料理というのもなんかあれですよね、なんて言ったらいいのかな、人が手を加えたもの、人が手を、そうですね、人工的に作ったもの、作ったの、海のものをベースに、山のものをベースに、海のものとも山のものともって感じです。中性、中性というか、まあ、天然成分ではないですね。あ、天然成分、例えばじゃあ唐辛子とか天然じゃないですか。あ、こういうことではないです。あ、やっぱ人工的なものです。人工的、うん、混ぜる調味料ではないよね、もちろん。そうですね、ただこれは相当全国的、世界的に売れてるものじゃないですか。売れてる、うん、で類似品も今や多いですね。類似品も多い、はい、高級なもの、安いです、安い、安いです。
コンビニで売ってます。コンビニで売ってる。じゃあもう一歩進んで、やもすりゃキオスクで持ってますね。かなりキオスクはかなりこう狭いですよね。あそこでも売ってますね。俺キオスクあんまり入んないけど、キオスクもコンビニも変わらないような意識ある。いやだから売店ですよ。売店レベルで売ってるっていう感じ。売店レベルで、売店レベル、うん、人工的に作られたもの、ジャムじゃないよな。固形です。固形、固形です。チョコ、チョコは例えばあのホットケーキとかだと合うじゃないですか。あ、そっか、うん、パンケーキとかね。ピーナッツバター、ピーナッツバターもパンには合いますよね。そう、あ、そうだ、パンと気持ち悪いですもんね。これ分かんないですかね。分かんない。あえてちょっと分かりやすいように商品名を一回出させてもらいますけど、フリスク、もしくはミンティア、大容器じゃない。これは絶対に合わないようにできてるんですよ。なぜならば食べ終わった後にリセットするもんだから、スッキリするためだから。そうなの。だから一緒に食べると 100% まずいんです。それやばいよね。食べ終わった後に口の中をスッキリさせたりとか、ね、そういうことです。ちょっと想像してみてください、マグロの寿司のめくったところにフリスク入れて食べた感じは、いやダメでしょ、うん、じゃあフリスクをこういっぱい混ぜてパスタどうですか。いやダメでしょ。ザルそばのこのね、森のところにフリスクバッてかかってきて、いやありえないね。粉末にしてご飯に振りかけるのがとんでもない、ね、ダメですね。だってフリスクってあれすごいから、あの一緒にコーダと一緒に飲んじゃダメだって言うでしょ。あ、そうなんですか。うん、だか確かに前ね、フリスクをなんかこうやって面白い YouTube があって、はいはいはい、コカ・コーラをお風呂にいっぱいに入れて、そこにフリスクを投入したわけ。そしたらブワーってなったね。泡立っちゃうんですね、うん、だからよくコーラのペットボトルにフリスク入れてるとパンっていくっていうでしょ。ああ。俺実験したことないけど、それ YouTube で見たことある。なるほど、やっぱ強烈なんですね。強烈みたい。だってフリスクの CM で昔あったじゃん。フリスクをこうやったのなんかあの水槽に投げたら、はいはい、魚が飛んでいくって、ね、飛んでいくってありましたよね、うん、そっか、それすごいいいクイズかもしれない。考えてみると、それは合わないわっていう理由もあって、別にその商品を、悪く言ったわけじゃないじゃない、合わない方がその商品としては成り立ってるんです。そうな、合わないためにあるの。そうそう、合わないためにっていうね、元に戻す、歯磨き粉みたいなもんですからね、それちょっとすごいね。そっか、フリスクおにぎりとかそういう絶対だ。食べてたら食べてたスッとする、スッとする。発火のおにぎりってマジ、ね、っつってね、発火のおにぎり、発火そばとかね。いやー、昔ニッキっていうのはよくあって、木の根っこをかじくるやつね。おー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 、あれおいしく、うちのやっぱ畑にもあって、まあ、道路端でね、みんな根っこをほじくりくる、皮じゃなくてあれスースーするんでね、はいはいはい、今売ってないよね、ニッキとかね。ニッキだからそのフリスク的なものの元祖ってのはジンタンですか。ジンタンね、あの銀色のやつ、銀色の、それから梅ジンタンだった、うん、そう梅ジンタンあったな。梅ジンタン最近まだ森下ジンタンあるからね。そありますあります、うん、でも最近見ない昔のこの容器に入れてこうやってバーって食べるの、そういうおじさんが見ないですよね、うん、あれ美味しいのか、箱に入って売ってなかったかな。箱でしたよね。そう、俺何年か前に買ってさ食べたことあるの、現場で。僕ジンタンまだ食べたことないんです。これ昭和好きとしてモグリですね。食べちゃいけないし、ジンタンぐらい食べたかった。シルバーのやつ、渦救命丸みたいな。そうそうそう、あれ渦救命丸ってまだあるのかな。いやどうでしょう ね、 ね、あれかん夜泣きなんとか観音虫、そうそうそうそ う、 そう、あれで効くのかなと思ったけどね。だケーキの上に乗っかってる銀の粒昔あったでしょ。はいはいはい、あれさ渦救命丸じゃないかとか思って、あれねトッピングの、の見た目用のやつですよね、俺昔ね、あのほらあのうちはこれ持ってきたやつでしょ、はいはいはい、あいつとね渦救命丸の話になったの、はいはいはい、それ渦救命丸ってあの、あ、何、あのこの鳴門海峡のところ船で通るのあるでしょ、はいはいはい、人の目踊れたらそこに巻きゃいいんだろうつってあ、そっちの渦救命丸ね。その時箱をさ救命命そう、そういうもんだと思ってる、はいはい、渦救命丸って懐かしいよな、見た昔こんな中で箱に入ってこうなるなるほど、そんなもんで渦がいたのに助かるんですかやっちゃった素直に解釈された、ね、そうそう、渦の意味を間違えてるから、うん、渦救命丸 ね、 ね、でそういえばさ明日何ライブがあるのって。そう、僕明日誕生日なんですよ、うん、僕はそう今日
去年はさ、俺帽子上げた記憶あるの。あ、もう使ってますよ。あ、使ってる、うん、今年の大活躍しました。じゃあ今年とかこの辺の行ってみよう。俺が使ってる。いやいやいや、あ、そっか、明日誕生日か。そうなんですよ。そっか、どうでやんの、ライブ。まあ小さなとこなんですけどね、うん、新宿のちょっと、あの、間違いないように言いますね、うん、ディスクユニオンっていうのがありまして、あの前やったとこで、ね、レコード屋さんなんですけど、うん、あの昭和の歌がいっぱいあって、そう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 、でそこのですね、うん、新宿の東口にあるディスクユニオンの昭和歌謡館のその同じビルの、うん、4階にあるんですよね、うん、デュース新宿、うん、DUES 新宿というところで、うん、まあ、それ東口の出てあそこで前まで行ったことがあるよね。あの、そうですそうです、大塚家具の近くです、はいはいはい、行ってみたら、うん、でそこでタイトル、イベントタイトルがね、ローズカルトの誕生日ということで、バンド、ローズカルト、バンド、犬神さんと田中さんとやって3人のバンドの、はいはい、 はい、いわゆる初ライブ、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 そうなんです、うん、で要はそれや やらなきゃねってやりたいねっていうので、うん、ちょうどまあ僕の誕生日しか抱き合わせてしまおうということで、うん、でローズカルトの誕生日と題して、うん、やらせてもらいます。それちょっと席取れる、無理に。あ、脱線だったぞ。いやいや、ちょ俺だけじゃなくて。ああ、見てる。でもなんか、あの、別にね、何人って区切ってるわけじゃないんで、うん、詰め込めるだけみたいな。あ、詰め込めるだけね。はい。あの、こうやって昔のゴミ棚のプレスするように。そうそうそう。あの、押せば入るみたいな。押せば入るね。はいはいはい。で、何時からやるの？7時半会場の、うん、8時スタートで。8時スタート。はい。まあ、1時間半ぐらいなんで。8、9時半ぐらいまで。そうですね。うん、で、内容としては、うん、そのライブをやって、うん、あとは、ニコ動のね、僕今ニコ動でハマカルっていうのやってるんですけど、それの中継を入れながら、まあニコニコのハンダクラブのちょっとまあ、何ですか、そのライブの1時間半の中に海賊版じゃないけど、それそういうのがあるわけですね。でまあ何て言うんでしょうか、あの、あでもないこうでもないトークありの、ちょっとネタありの、まあ楽しい1時間半にしようと思ってます。で中継どれぐらいでんの、その日本の中継は。いや、どれぐらいというか、まあ本当にあの固定カメラで持ってね、うん、こう会場の様子と音声と映像をまあ見ていただく感じなんですけど、うん、で来場者には、うん、漏れなく、うん、プレゼントをちょっと。プレゼント、はい。中身はまだ発表できない。いや、中身はね、言うてしまうと、うん、ローズカルトのその音源を、音源、まだこれどこにも未発売、未発表、未発売ですね、ね、YouTube では上げましたけど、うん、はい、そういうものをちょっとこちらから。あ、でも VP 作ったんでしょ。ん、 VP 作った、作りました、作りました、うん、今度これ流そうかい。あ、そうですね、うん、あれもね、なかなかこういろんな方の協力のもと、うん、かっこいいもの作っていただいて、うん、非常に満足してて、うん、で今冒頭で流した、はい、大阪のリバースイート大阪ってね、はいはいはい、あの対岸がさっきの動画見てわかったけど、ええ、桜並木なんだよ。はあ、あの川沿いが桜、ええ、でライトアップされて、うん、あの水陸の容赦が浮いてるんだね。ありますよね、あそこで。そう、水陸の容赦もそこにいたり、八幡船がいたり、ちょっと洒落た船がいたりとか、ボンボンカラーに行き交う木だと思うね、うんうんうん、あそこもライブとかできる。いや、いいですよね、ああいうところでね、ああいうところであんま爆音やると怒られてた。いや、それ全然大丈夫。あ、OK なんですか。僕は隣接じゃない、向こう川だもん。あ、そうか。川で周り何にもないし、あそこだけだから。ハードロック、ハードロックできるんですね。やったって大丈夫でしょ。ハードロックから高人さんまで。ねえ、さっきさ、支配人、畑さん出てたけどさ、だって、あそこでマイク持って、やっぱそれ公演やってるからね。ああ。月1回ね。うん、いいですね。で、結婚式とかで結構あの派手にその二次会とかでやったり、うん、まあ二次会とか広いもできるし、はいはいはい、で天井高いし、さっき建物見たでしょ。見ました。あ、上がないじゃん。だって苦情の出ようがないの。そうか。音漏れないし、外だってもうすごい、あの、もうブリッジがあったり、7時になると水がビャーンと噴水してね。ああいうところはしたりとか。いいですよね。こうソーシャルな雰囲気もあって。そう。うん。でなかなか歌謡ショーやりたいです。歌謡ショー。あそこでだから貸し切りにしてさ、箱としてはすごくいい、うん、だディナーショーみたいな感じで、はい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 、料理屋でしてどうしてこうしてね、うんうん、で結構ね、あの人も入れるし、うん、天井が広いのが水がずーっと中流れててさ、はい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 、でも外から覗けないっていうね。ああ、下は、ね、うん、そういう幕になって、下はだって一段あるから、うんうんうん、であの水が流れてるのがあるから、あれで向こうから覗けないし、うん、でもこっちからは外よく見えるよ。桜の時期はね、すんごい綺麗。大阪の川桜綺麗ですからね。綺麗、うん、あのね、で向こうにこうやって橋がさ、ライトアップされて、すごいいい感じでね。うん、でも今年50だから、
50歳。でも大体17歳の時の写真と何も変わんないですよ。あんまり変わんない。でも最近ちょっと太ったけど、出てるとこ出てきた。だからなんかね、ちょっと今年50だから何かやろうよって周りから言われてて。そうか、僕はね、31になります。31、19違うんだもんね。でこの間のほらトムキャットのさ、はあ、ベース弾いてた石川さんっているんだけど、石川さんこっち来てて、はいはいはい、その後すぐなんかヨーロッパ行っちゃったんだけど、あのココナエミリンっていうね、はい、240年やってる8代目の社長をやりながらベーシストやってる。だからトムキャットのベース弾いてたり、はいはいはい、あの柴田恭兵さんのランニングショット、はい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 、あれの時もベースで参加してたりとかね。そういうサポートミュージシャンもやりつつ、はあ、だからさ今年50だから何かやろうよって石川さんに言われて。トムキャットはポップコーンですよね。ポップコーン、うん、あの時ねベース弾いてたのは石川さん。ああそうか、うん、で伊達さん50だから今年何かやんな、俺ベース弾くからさーって言ってね。うーん、なんかインスタントバンドで入ってよ。あ、そうですね、うん、なんかいろんなメンバーでやってさ。伊達さんボーカル。ボーカルやるよ、うん、じゃあ俺ドラムやりますよ。ドラムやる、うん、ギターじゃなくて。ギターじゃなくてドラムやる。僕ドラムセット買ったんですよ。あ、いつ？つい最近。あ、そう。いや、というのもね、うん、あのさっきもちょっと話してたんですけど、そのニコ玉のハンタークラブっていうのを、うんうん、1ヶ月ちょっと前に始めて、うん、これ週1ペースでやってるんですよ、はい、週末やってるんですよね。実に週1ペースでやってまして、うん、平均放送時間3時間、うん、3時間長い時は5時間6時間、ぶっ通しで。ぶっ通しでいいね。まあ、犬神さんとやってるんですけど、うん、で、なんていうんですか、結局ね、あのなんとかクラブってつくと、どうしてもそのタモリさんの影が浮かんでくるんですけど、うん、もうまさにそうで、うん、僕あの番組出させてもらえてることも多いですし、うん、まあ面白いんですよね、うん、で結局何が面白いかというと、あのバカらしいことを真剣にやると、うんうん、真剣にやることがバカらしいことを真剣にやるっていうね。いや、それ一番大事でしょ、うん、で、そういうニッチな世界ではあるんですけど、うん、やはりこう、まあ、幾人の人がこう見てくれて、うん、でこっちの話は好きなことばっかり喋ってるんですけど、喋ったりやったりとかしてるんですけど、それにねこうコミュニケーション取る、これ最高にいいなと思ってて。いや、でもそうだよ、うん、絶対ね、そのバカなことをね、うん、一生懸命やるとか意味のないことを一生懸命やるって大事で。そうしたら、じゃあ今度このさね、万葉の湯、はいはい、本当は万葉クラブっていうの、で万葉の湯、まあ、万葉クラブっていうの、万葉クラブで、あのゆずがさライブやったりしてる。あ、で徳光さんのさ、はいはいはい、あと前出してもらったけど梅柳さんの番組でしょ、はいはいはい、あれとか中継とかそれでライブとしてる。あそこで万葉クラブでハンタークラブってやらせてくれる。いいですね。あの港未来もあるし、箱根の転生なんてすんげえできる。箱根行きたいんですよ。箱根転生のステージ半端ないよ。すっごい普段モノマネショーで昔清水明さんが、はいはい、もう照明から何からなんでこんなにすごいのっていうのがある。今ね、箱根はこう、まあ、火山のあれで、うん、若干のその事実以上の、まあ、風評被害ある、風評被害あるでしょ、うん、まあ何とも言えませんがね、その辺に関しては。だけど僕はね、箱根とは土地が好きなんで、うん、いいですね、うん、箱根湯本だし、うん、であれはだって箱根ってただ唯一あのね、大涌谷の、そうそうそう、大涌谷のボラルってあの辺でしょ、うん、俺最近だって何回も撮ってますよ、車で、うん、湯本って言ったら小田急のね、終点ですからね、うん。でこの間ちょっと御殿場行くときに山のホテルってあって、すげえ有名な、はい、そこからもう芦ノ湖見ながら、こんな平和なところでそんなこと起こるのかよっていうぐらい平和だし、うん、で箱根湯本なんてもっと平和だしね、うん、でその万葉のね、万葉クラブの天聖園ってね、はいはい、天聖園なんてすごいよ。もう神社があって滝があって中に、ホテルの中に、それで露天風呂ドカーンとあってです、すごい広いステージあるわ、あそこはね立派。じゃあそこで野口五郎オンステージをやりたいですね。いや、だってディナーショーでさ、うん、だって前あの昭和の大英テレビの歌を歌ってた朝倉美紀さん、はいはいはい、朝倉美紀さんと森川ゆかりさんと何人かでディナーショーやったわけ。その昔のね、昭和の人なんとかでアーティスト3人、森川ゆかりさんと、はいはいはい、森川さんは賞味賞味でしょ、はいはい、で朝倉美紀さんってさ、ほらあのヒーローとか ね、うん、ああいう人たち3人ぐらい集めてやってた。へ、結構あそこでいろんなイベントやる、うん、いいですね。だからね、ちょっとあそこで、だからそれこそ同窓会コンサートなんでしょ、はあ、あれができるぐらいの規模だった。おお、まあ何千人のね、うん、何千人ちょっときついかもしれないけど、いやでもね、1000人ぐらい入るんじゃない。そうか、もう1000人入れてきますね。いや、すごい感じ、うん、で、もう照明とか豪華、うんうんうん、
万葉クラブがやってるからすげえ豪華、初期投資が半端ないって半端ない、えこんな照明すええー、みたいな照明がある、いやなんかね、うん、そういう初期投資手です手抜いてやるの好きですね、うん、でこっちにね水がずっと滝があって、こう滝があって神社があって、こうやってぶわっと水流れて鯉がいて、うん、でストロークにならなくてもう豪華ホテル旅館ホテル、はい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 、箱根天泉ってすごいですよ、うん、だからねそのドラム買ったっていうのも、うん、本当にハンダクラブって僕はこれは義務感でやってるんじゃなくて自分が楽しいからやってるんですよね。でも言ってみたら自分個人のやってる部活の延長線、部活、うん、自分個人のテレビ局みたいな感じで、うん、あの付き合っていただいてどうもありがとうございますって気持ちなんですけど、うん、なのでこうテレビとね全く違う自分っていうか、まあ、素の自分ですよね、うん、日常本当音楽好きだし、うん、常に楽器触ってるそういうような自分をこう中継してるだけなんですけど、うん、でも何よりも何て言うんでしょうかね、こうちょっとそういうねやっぱり二言をやりましょう、うん、週末週1回やりましょうっていうのを決めとくと考えて、うん、一応はその何て言うんですか、まあ構成みたいな構成みたいな考えるじゃないですか、うん、でそれが行動につながって、うん、でいざやってみたら思ってる以上のものができることも多分この先あると思うんですよ、うん、だそういうねいわゆる反強制的に、うん、あまあ毎週1回って決めてやってる、ね、そうあの腰を動かす理由としてはあんないいもんないなと思ってて、だからそういうドラムでセッションをして、うん自由にもうお題を、うん、犬神さんってあの一緒にやってる人なんですけど、うん、あの人とよく自由な曲作ってるんですよ、うん、で曲作るって言っても我々のは全部即興、うん、曲歌詞演奏全部即興で、うん、その分出来はレベルは低いかもしれないんだけど、うん、音楽ってそういうもんだっていうふうに我々は言ってて、うん、でじゃ あのテーマ犬とかって言って、うん、俺がリズムこうやって始めてそれに入ってきてそうでもそれで2人で結構変な曲作ったりもんそうそうそれで多分80曲くらい作ってた全部一応録音をしてるんですけどだからそういうのがまあ放送できたらこれは楽しいなと思って、うん、まあそれ自分ちで発信してそれがもしかして反響で商品、ね、製品化あのなっちゃうかもしれない、うん、そうまでいかない、ちょっとね、放送禁止用語がたまに入るんでね、あの人ね。ああ、井上さんなのね。だって昔、金ちゃんバンドがそうやってて、その番組の中でさ、はい、僕はなっちゃいますとか作ったりさ。ああ、そうですよね。いろいろとあったよね。それでなんかその曲がね、あれになっちゃったしね、売れちゃったし、ね。売れちゃった、かずみしんごさんね、あれ大ヒットですよね、うん。そうだよね。で、明日当日券とかってあるのところだよ。当日券は、そうですよ。あのね、ディスクユニオンさんが、うん、そのチケット販売の代行をやっていただいてるんですけど、うん、僕は出演者なんでもちろん買わないんですけど、うん、なんかある人に聞いたらちょっとそのチケット買いにくかったっていうシステム上ね、うん、ちょっと不慣れ、じゃあ当日行って買うことはできない、当日行って買うことできます、そのどこ行って買ったんですか、もうその現場かな、現場、ええ、そのなんとかユニオンさんの、はいはいはい、4階、うん、で会場に直に行く、会場に直に行っていただくっていうの、うん、一応ちょっと若干の住所、うん、口頭で申し上げますと、うん、まあ東口なんですけど、うん新宿区、うん、新宿、うん、新宿区、新宿、はい、東口ね、うん、新宿3丁目ですね、新宿3丁目、はい、うん、3の28の4、3の2、新宿区、新宿、3の28の4、はい、3丁目28の4ですね、うん、でそこの新宿の、これ三方ビルでね、三つの峰と書いて、あ、三つ峰、三つ峰か、三つ峰ビルな、三つ峰ビル、三つ峰ビルの4階、うん、でそこは、1階は何になってるんだっけ、レコーデだっけ、1階といいますか、うん、ちょうど地下に潜る感じで昭和歌謡館っていうのがあって、うんうん、昭和歌謡館がそこ、はい、でその横にね、奥にエレベーターがあって、うん、それで入る感じなんですけど、うん、そのエレベーターで入るの、エレベーターでいう、あの階段もちろんありますけどね、うんうん、で3500円、音源プレゼント付きっていう、音源プレゼント付きで3500円ね、はい、なるほど、でプレゼントは持ってきてもいいわけだ、あ、そうです、それはもうあの容赦なく受け付けます、じゃあ今日は今年はそれも俺びっくりしちゃったんだけどさ、ああちょっとこれはちょっとここで後でちょっと放送終わってから言う、はい、ああそうです、いやちょっとすごいことがあって、進展がありましたよ、なんか、いやちょっとえっていうことがあって、うん、例のこの間のカレーの話だった、はいはいはい、あれカレー未だに言われるよ、カレー事件、さすが天才って言われて拝まれる、うん、さっき持ち合わせって言われたんだけどね、うん、
だけど明日とりあえずね、はい、受付何時かな、7時半受付の8時開演。8時開演ですね。で9時半まで、はい、まあ、ちょっと平日なんで皆さんあるかと思うんですけども、ね、結構ね、僕はこう明日の回もそうなんですけど、こうふつふつと湧いてくるもんで、まあ、自分はものすごくね勝手ながら可能性を感じてて、なぜこう楽しい自分が、こういうことをやってて、でやっぱりね、なんて言うんでしょう、もちろんそのいただくお仕事、テレビのお仕事っていうのはそれはね、それの訴求効果であったりとか、それによってその苦手なものをテレビを通してやって鍛えられることってあるんですけど、何やろうね、こう何の制約もなく、かっこいい言葉で言うとクリエイティブなんだけど、あんまそういう言葉使いたくないんですよ、ね、まあそうだね、うん、だそうじゃなくて思いつきを完成度をにこだわることなくこう具現化していくっていう、うん、結構ね、あ、皆さん多分思い当たるしあるんじゃないかな、その人目気にして、うん、まだこのちゃんとお見せできる状態じゃないから発表しない、うん、やろうとしない、うん、だってこの間の放送なんてすごい面白かったのが、まあ、4時間ぐらいやってたんですけど、うん、例のごとくお題がゆるキャラを作ろうっていうので、ゆるキャラ、うん、ニコ動ってこう出るじゃないですか、うん、こうバーッと皆さんがメッセージが、うん、でそれでこう何々の書いてとかって言って適当なこうコメント来るわけですよ、うん、でそれを僕はホワイトボードにこうパッパッと書いて、うん、ニコ動さんとこうやって書いて、うん、で最終的には、うん、じゃあこいつって決めたゆるキャラのテーマソング作ろうってことな、ゆるキャラのテーマソング、テーマソングでその場所で仕上げてパッケージ、うん、パッケージじゃないな、うん、録音して、うん、でレコーダー持っていってね、それカセットのマルチトラックなんですけど、カセットで、カセット一応音が4回重ねられるんですよ、うん、マルチトラックレコーダーで、でそれを持っていって、もう本当にあれですよね、出産見られてるような感じ普通はできてくまで、そうそう、失敗するところは見られたくないじゃないですか、うん、でもそれ全部見せて、うん、で歌も面白いのがもう2人で撮ってるんですけど、2人ヘッドホンしてますよ、で OK に合わせて歌ってるんだけど、放送されてるや歌ってる声しか聞こえない。それじゃあ音楽のさ、オープンキッチンみたいなもんで、そういうことですよ、ね、音楽のオープンキッチン作っていくまでの過程全部見られてる、うわ俺失敗したって投げたらそれもバレるし、それもバレるって、あこうやってミスったってそれもバレる、ね、じゃあ音楽のオープンキッチンっていいんじゃない、音楽のオープンキッチン ねキャッチコピーとしていいかもしれませんね。でもね大体ね、それもね、うん、もう1曲あたり作詞作曲演奏、うん、録音含めて大体30分か1時間ぐらいでやっちゃう。あ、そんなもんでできちゃう、うん、でもそれが荒いですよ、うん、だけどね、こうその荒さじゃないですけど、うん、1時間以内に仕上げるってところが、まあ、それはテーマそうなんですよ、ね、でこれがね結構受けて、まあ、受けてたのか分かんないですけど、うん、僕は気に入っちゃって、うん、なんか面白いなっていうのでね、それこそお題をいただいて、全然この話題跳ねないだろうなってところを無理やり跳ねさせて、結果的にはテーマソングまで持ってちゃった。そういうことをやってて、でもね、俺あだけずりなのがその場で即興やったの面白いの分かる、うん、で昔の桑名正彦さんとかと一緒に、はいはい、桑名さんとかね、はい、あの人、藤丸さん、吉野さんとか、はいはいはい、小島よしのぶさんとかが、はいはいはい、やってるのを見ててね、はい、で哲さんって人がドラマ立てて、哲 100%、はいはい、ドラマ立てて、初めてちょっとうわ俺これすごいなんかライブ感あっていいなと思ったの、はいはいはい、うわこのまま兄貴やっちゃえばいいのにしたら、うん、仕上がってみると、はいはい、すごい綺麗になってるから、だから俺ねちょっと一番初めて聞いた あのやって合わせてる時のあれが好きなんだけどっていうね、うーん自分はそうだった、うーんだから逆にすごい綺麗に仕上がっちゃって、で途中であのブラスが入ったりとか、はいはいはい、アレンジされてね、うん、入ってくるとちょっとなんか俺初めに聞いたのがすごいセンセーショナルだったんで、ちょっとできすぎちゃったら悲しい、あそこでやめてほしかったなというのは実はそこのやめ時っていうのがね、これはなかなか難しいんですよ、うん、だからそれを作るんであれば、うん、もう時間制限をすると、うんうん、要は、ね、時間がこう絶えずあるんであればやっちゃいますから、うん、好きな人間は、うん、そうどん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 やってって、うん、完成度は高いんだけど、なんか初めに聞いてたちょっとあの良さがね、良さがノリっていうかね、 そう、うん、でもそれは、ね、音楽作っててありますよ、デモテープのグループ感っていうのがどうしても出せない時ってありますもん、うん、でもこれ商品にするにはちょっと粗悪だよなっていうね、うん、でもなんかそれの方がさ聞いててなんか勢いがあってさ、だね、やっぱり
いい感じに撮れてたのね。今ってね、音楽って作り方がもうデスクトップミュージック、まあ、DTM って言うんですけど、デスクトップミュージックが主体になっちゃってるわけですよ。そうするとやれ波形だと、波形ね、音の、うん、波形でこう音を見る、みんな耳じゃないんですよ、うん、この波形で、あ、ここがオーバーしてるからこれは切っとこうとか、うん、これちょっと前倒しになってから後ろにクリックで合わせちゃおうと修正するわけでしょ、うん、でもね、僕思うのはね、あの、じゃあ荒削りな音楽、うん、録音、じゃあちょっとミステックがあったと、うん、でもミスタッチがあったとか音が悪かったということが、うん、悪影響になって、うん、それが原因で売れなかったという実例はあまりないんですよ、うんね、うん、それがあだとなった例はもう皆無と言っていいんじゃないですか、うん、むしろじゃあ世の中に売れてない曲が山のようにあるんだけど、でもそれは音質のせいじゃないでしょ、うん、だってジミー・ヘンドリックス、ギターの神様ですけど、うん、ジミー・ヘンなんてね、まあ、時代が時代ってこともあって、うん、録音めちゃくちゃ悪いんですよ、うん、まあ今のそのいわゆる録音の理論から考えると、うん、到底これは OK 出ないというか、うん、だけど、まああの方亡くなりましたからね、うん、若くして、うん、で、伝説としてみんなこう、うん、ちょっと電話いいよ、その電話、うん、あのね、うん、作曲家の先生からかかってる。あ、出てるよ。いいですか。うん、はい、もしもし。ゆるい番組。どうもです。ご無沙汰しております。いえ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 。はい。はい。ゆるい番組。それもあったな、カッキーが、ね、柿原君とか今ガンで頑張ってるけどね。三山仮面。元 UWF インターナショナルの、ね、若手エースだったんだけど、柿原健人君で、正人君なんだけどね、年末に脱産、リンパ腫のがんになっちゃったっつって、で山崎和夫さんはじめ、もう日本の日本人のプロレスラーのみんなからボブサップまで入って、カッキーをね、カッキー三山仮面、カッキーをあの応援しようっつってね、また今月かな、あそこ後楽園ホールで柿原君のイベントやるんですよね。まあ、みんなでカッキーを応援しようという、リンパ腫と戦ってます。で、体重がね 69. 点何キロまで増えたってすごい喜んでましたね。もし興味のある方は検索してですね、あの柿原正人、柿原って書いて賢いって書いて人ね、賢い人って書いて柿原正人、あの応援する会でですね、ちょっとやってください。それからね、昨日来た勝木さん、勝木さんはね、こうやってあの何、心と体のダイエット、幸せになる人生の歩き方っていう本を出してますね。で、昨日来た木崎、きみこさん、木崎きみこさんはまたいろんな今日のことやってますのでね、あの木崎、お木崎様の木崎に、あの公の子供のこと書いて木崎きみこさんで検索してみてください。本番中電話長いな。でも 作曲家の先生だからね簡単に切れないみたいだけど、今日はずっとね撮っといたの、これ岸下君ってね、舞鶴の友達が送ってくれて、昭和の懐かしい味だから自分で全部飲んじゃないで、まあ、ケットにも一本取って、あのパレードってやつで昔ね、あの瓶に入って売ってたやつの復刻版で缶ですね、今度ね、うん、まあそういうことあります。明日はですね、新宿で半田健人のね、バースデーライブがありますんでね、ちょっとよろしかったら行ってあげてください。さっきの CM いかがでしたか、動画の。あれは大阪でこの間あの交流会に参加してくださった皆様をちょっとビデオで撮ってですね、それで今回会場と参加してくださった皆様のアピールを流しました。まあこんな形でね、時々交流会やるときにビデオを持って行って、まあ皆さんに流すのもありかななんて考えてます。本当ね、自由な番組でしょ。こうやっていなくなっちゃったりね、うん、で先週ね、僕が大変だったこと一つ言うとね、まあ、さっき言いかけたんだけど、長崎のね、死体遺棄事件、うん、容疑者がね、まあ、たまたまフェイスブックでつながっていたっていうことがあってね、うん、事件見た時はね、ニュースで犯人 の容疑者の名前があった時はちょっとドキッとしたんだけど、
もうカレーを食った時の驚きと、うん、そのね、あの例の前回の放送のカレーの事件の驚きとはちょっと違った意味のね、全然違う驚きあってね。だ SNS っていうのはすごい怖い世界で、あの、うん、皆さん女性のところにはね、卑猥な写真を送ったりとか、あの会ってくれとかね、すごい卑猥なものがあって、たくさん皆さん嫌な思いしたり。でもやっぱ SNS のルールとしては、あの Facebook とか特にそういったものに関してはまず写真を載せましょう。自分の写真、あの景色とかそういうのでもいいんだけど、できるだけ自分の写真を載せて、それでちゃんと名前書きましょう。そしてリクエストを送るときは、あのちゃんとメッセージを添えてリクエストをするのがマナーかなと思いますね。それで、うん、ちゃんとしっかり書いてるなって人だったら申請したりとかね。僕も5000人近くなっちゃってて、もうそこからあんまり増やさないようにしてます。実際この後リアルに知ってる人とね、つながる枠も開けとかなきゃいけないし、だからといってね、あの、うん、勝手にバサバサ切るわけにもいかないし、やっぱ SNS、うん、やっぱマナーやっていかないと、マナーを持ってやっていかないと、とっても怖いんじゃないかなって思いますね。今日も何分やってるの今。うわ、もう約50分やってるわ。昨日もね、1時間8分とか1時間とかやっちゃったけどね。まあこうやってベラベラ喋ってるとね、時間経つの早いです。特にケントと喋ってるとね、もう時間経つの早いんですよ。ちょっと休憩。チャット大丈夫だろうか。まあ明日ね、ライブがあるから結構本人も大変みたいですけどね。そう、それで、あの一応ですね、伊達直人交流会も6月の一番最後の週の木曜日に青山のいつもエムナチューレでやろうかと思ってます。で、一つ決まっているのは7月の大阪の7月13日に、まあ、大阪でみんなで浴衣で船に乗るっていうイベントがあるんですね。また詳細詳しくなったら、あの Facebook やあのアメブロの方なんかでも紹介しますが、うん、それで、まあ、6月もどっかでもう一回ね、あの大阪の交流会も半ば過ぎぐらいに一回企画しております。なんか本当これ一人だとすごい寂しいですね、ベラ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 喋ってるのはね。ところで皆さん、ガラケーって今使ってる方います？ガラケー、今5時38分になって音切ってますけども、自分の場合このね、なんかやっぱ使いやすさで言うとガラケーだし、写真撮ったりとかするとあれだけど、あのショートメール、ショートメール来るとやりにくいのと打ちにくいのがあって、もう割とタブレットに慣れちゃったんでね、すごくね、うん、なんかガラケーって最近ちょっと寂しいかなみたいなのがあって、うん、おかしくなってますけどね、うん、そろそろかな。暑っ、まあ暑いんだけど、そうだ、こういう時のためにケダイがいたんだよ。このケダイもね、Facebook で僕紹介して結構ね、いろんな人買ってくださってね、なんかあのプラザで売ってるんですけどね、今ソニプラって言わないんですね、東急プラザ。おいこれ、何やと、みんなまとめてキャン言わしてる、ちゃんと声聞こえてるかな、ケダイかわいいね、おう、何やと、これで歩くんだよ、歩いてみ、あ、ダメだ、歩け、何やと、おう、これね、物によって当たり外れあって、歩いててすぐ転ぶやつがいてね、でも自分が喋ったイカつい声もこれが通ると可愛い声になる、自分が喋ったイカつい声もこれが通ると可愛い声、うん、
何やと？何やと？乱暴な言葉も可愛くなるわ。乱暴な言葉も可愛くなるわ。これやると一日遊べるな。これやると一日遊べるな。君は2900円でお釣りが来たよ。君は2900円でお釣りが来たよ。なんだ君が歌う歌合戦やろな。なんだ君が歌う歌合戦やろな。ローラ、ローラ、君はなぜに、ローラ、心を閉じて、心を閉じて。似てねえな。似てねえな。何歌う？何歌う？真似すんなや。真似すんなや。おう、おうこれ。おうこれ。今これ一人で喋ってるのに皆さんバチバチ切ってんだよみんな。今これ一人で喋ってるのに皆さんバチバチ切ってんだよみんな。あう、あう。かわいいね。これ買い求めた方います？これ買い求めた方います？なんかプラザでもう数少なかったけど。なんかプラザでもう数少なかったけど。君は通訳か。君は通訳。でもこの体型が可愛いよね。でもこの体型が可愛いよね。なんかね、前自分があの踊るプイあのトイプードルの写真あの動画アップしてたんだけど、もうこんな感じ、すごいよく似てる。真似すんなよ。真似すんなよ。おうごれ。おうごれ。ケント話が長いぞ。ケント話が長いぞ。ケント話が長いぞ。おう。じゃあ君は休んでなさい。休んでなさい。ね。ね。わかった。ね。わかった。だいたい俺がぬいぐるみを持つ趣味だと思われたじゃないかよ君のせいで。君のせいで。何やと？何やと？君を大阪のプラザで見つけたのが間違いや。君を大阪のプラザで見つけたのが間違いや。なんだよ。にゃ。にゃ。てめえ。てめえ。おう。うん。何やと？何やと？そういう口ばっか聞いちゃダメでしょ？そういう口ばっか聞いちゃダメでしょ？まあそれはそれでいいか。そうでいいか。うん。もう一人の家来を呼ぼう。プリーズ蹴られ。反応が違うんだよな、お前らな。反応が違うんだな、お前らな。あ、何やと？何やと？合唱団。そうだ、合唱団。わわわ。反応が鈍い。わわわわ。わわわわ。ずれと両方ずれちゃう。わわ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 。遅いんだよ。お待たせしました。今さ、相方してもらってた。ああ、これ合唱団やると面白いよ。合唱団やると面白いよ。あ、この、まあ、わわわわほら、ほんと受けますよね。エンドレスですもんね。ね、うん、そうそうそう。え、だから長い電話だったね。はい、明日、うん、ある歌謡界の保護所の作編曲家の先生がちょっとまあ来てくださるということがすごいじゃん。え、うん、ちょっと遊びに、うん、あ、会場に。はい、なんかそれ豪華じゃないですか。そうですね、うん、で、その会場の方に来て参加してくれるっていう。参加と言いますか、うん、僕が勝手にステージに引っ張り上げちゃおうかな。まあ、いいじゃん、いいじゃん。誰とは申し上げませんがね、はい、代表曲はテントウムシのサンバ。テントウムシのサンバっていうと、はい、野口五郎さんの君が美しすぎてとかです、ね、君美しすぎて、そうそう、君がこうそのあたりをこう作曲編曲されるか、ね、うん、言ってるようなもんなんですけどね、うん、でもあの曲って野口五郎さん何歳だったの、17ぐらいじゃないですか。だって17のさ、ね、ええ、男の子がさ、美しすぎて君が怖いなって言う。あの曲はまだいいですよ。私鉄沿線とか19ですからね。19で私鉄沿線、ええ、大佐厚口で君のことをとして、なんかやっぱその当時、まあ、五郎さんに限らずですけど、歌謡界ってこう曲が老けてましたよ。まあそうだって、世田さんがさ、ええ、俺前に言ったっけ、ちいさんにも答えとった話、世田さん、そう、太陽の方に言うんですよね、ええ、それ
あんたのがあのタイプ作ったジュークで作りましたって、ジュークであんな詩作るんじゃない人分かる。あんたにあげた愛の日を今更返せとは言わないわ。確かにね、泣き虫女に酔いどれ男。ああ、そう思うとすごいですよね。厚化粧一つだよ、ジュークで厚化粧一つ歌ったでしょ。そうだそうだ、どんだけ年上のさ女と付き合ったのって感じだね。うん、いやでもね、まあ、実体験じゃなくても、まあね、結局ね演じるというか、うん、代役でやるっていう、うん、それにしても老けてるよね。老けてますね、うん、だってそれこそ顔もね、うん、太陽にほえろ72年放映開始ですけど、うん、あの時って40代長さんと山さんしかいないんですよ。まあそうだよね、石原さんも30代でしょ、うんうん、39代そうだね、うん、あれはどう見ても全員ね、もうせいぜい50代の雰囲気はありますよね。確かにね、ええ、だってリュウさんなんか30代前半でしょ。33ぐらいですね。そうでしょ、ええ、確かそうだ、そんなもんだ。だって勝野さんがテキサス出てきた時だって20代前半でしょ。思いっきり22とかそんな。萩原健一さん、松田優作さんはもう20代前半ですよね、うん、だって渡辺徹さんの時は22だからね、うん、渡辺徹さんね、まだね、当時は22らしい感じはあったんですけど、うんうん、やっぱあの上の、うん、先輩組が、まあ、言っちゃうんですけど老けすぎ。確かに、だから貫禄がさありすぎるっていうかさ、貫禄が本当にね、うん、分厚いんですよみんな、うん、ね、うん、あの時代だからさ、だからその西部警察なんかもそうだけど、太陽ではなかったけどさ、はい、何あの課長のね、はい、あそこであの事件解決と署内でさ、ブランデー出して飲むでしょ。はいはいはい、はい、ブランデーが似合う男がね今いないね。ダスタンなんかでも割と若年寄りですよね。まあ昔の部類に入るね、昔の部類ですよね。線引きされると、うん、やっぱその思いっきり昭和の役者の先輩方も仕分けされる、うん、だと思いますよ、うん、今だから50って言われると、今は逆に若いって言われるんですけど、うん、だって見た目17からこれですから、まあね、あでもう少しちょっと細かったけどさ、髪型も変わってないですか。髪型は変わってない、うん、だけどそうだよね、それ考えると、今のさ、だって何だったかな、この間何回見てたらね、この時この人33だよなと思って、バカだったかな、すんごいびっくりした人がいた。いや、そんな人いっぱいいますよ。いっぱいいすぎるんだけど、それこそ裕次郎さんね、夜霧よ今夜もありがとう、うん、あれ歌ってた時33歳ですよ、確か。今の33歳でさ、夜霧よ今夜、まあ、時代背景があるにしてもさ、多分今33歳ってジャニーズでいうとこの嵐さんぐらいでしょ、うん、あれで夜霧よ。そうだ、松潤がそうだ、そうでしょ、松本さん。そうだそうだそうだ、1つか2つ、うん、ね、2つぐらいはいかな、うん、だって俺の16下だから、だからそうだでしょ、うん、だちょうど松潤さんが、うん、忍び合う恋をって言ってのネタじゃなく歌う感じですよね、うん、真面目に歌えるかったら 歌は歌えても、うんうん、絵にはならねえよね。そうですね、でもじゃあその時33の時の石原裕次郎さんがあの嵐の歌を歌えてたら、それまたそれも違うっていうね。、うん、なんかあべこべ歌合戦ってやったらね、あの紅白歌合戦にさ、はい、変わって松崎しげるさんが白黒歌合戦ってやってる、やったんですか、いなんかやるような告知がネットであったよ。それは何ですか、色黒と色白、まあ多分そうでしょうね、白黒とだってね、松崎さんって言ったら日焼けの帝王だからね。じゃあ東美紀久さんとかも無理やり出るんですかね。なってくるとね、鈴木雅之さんとかさ、鈴木雅之さんはあれは、まあ、塗ってるとは言うんですよ、うん、だけど白って何だろうね、色白の人で歌手誰だろう、色白歌手イメージ、うん、堀江純さんとかね。ああ純さんね、細いもんね、細い。でも純さんって水割りをくださいって歌うけど、うん、何度か飲んだことあるんだけど、いつもお湯割りしか飲まないよ、あの人。あの人ですね、最高面白いですね、本当で。だから自分のあの喋ってたのね、僕のブロアメブロのね、タイトル、お湯割りをくださいなんですね。でこの人びっくりしたの、日浦さんって知らない、日浦貴文さんの99なんてクロスの、日浦さんが実はね、ここにね来てね、あのダスさん芝居教えてってきたの、それで
あ、いいでしょ、どうしたんですか？だったら5月18日にオンエアされる、はい、まあ、高橋ひとみさんとかやってるね、はいはいはい、テレビ東京さんのドラマ出ると、おで芝居教えてほしいって来て、で本人が本人役で出るんだよね。おじゃ芝居もそうないじゃないですか。うん、そうで、まあオンエア見たらそれ結構面白くて、うん、でしばらくここで、あの、いやこんなことしてやりませんか、あんなことしませんかって、実際オンエア見たら、あ、全然違った、やった芝居と。でも結構なんか現場楽しかったみたいで、うん、なんかアーティストの人は結構ね、そうやって出てくること多いみたいですよね。本人役で出るっていうのはね、本人役なんかあったな、その昔から。最近アニメになる、ね、出てきますよね、うん、実在の人とか、ね、クレヨンしんちゃん、クレヨンしんちゃんとかね、ドラえもんとかね、うん、あ、この間そういえばさ、アニメで誰が一番金持ちだって言ってたでしょ。はいはい、おぼっちゃまくんでしょ。そう、やっぱみんな言うのはおぼっちゃまくんだったっていうね。だってやっぱおぼっちゃまくんってタイトルつけてるぐらいですからね。やっぱ あそこの財閥もすごいけど、こち亀の中川さんもすごいけど、やっぱおもちゃまくんでしょ、あの。やっぱね、こち亀はギャグ漫画ではあるんだけども、でも限度があるじゃないですか。だから中川さんってまだいるかなぐらいな感じなんですよね。でもちゃまはありえない、はないから、おぼうけ、おぼうけはないから、本当に。だっておぼうけだけが使える通貨っていうのがあるぐらい、うん、おぼうけだけ、おぼうけ一族だけ、一族、登録してるんですよ、町中の、うん、でお金スナックって言うんですけど、うん、お金スナック、お金スナックって言うんですよ、うん、こう万札の100万円玉の形してて、うん、でスナックなんですけど、うん、こう使えるお金として使えるんですよ、うん、でちゃまちゃまいくらほど多い、多いっていうね、た、うん、ちょっと半分ぐらい食べてたんだけど、うん、いくらほど多いですよって言われて、もう一かじりして払うアニメですね。そうそうそう、食べ、言ってみたらおせんべいみたいなもん。おせんべい、おせんべい、おせんべい、食べかけて、これお金で、これですいません、そうそうそう、このぬいぐるみ売ってくださいとか、そうそうそう、ちょっと多いですねって言って、もう一かじりするですみたいな。それ作った作家天才だね、小林義則先生。小林、うちの伊藤と同じ名前だよえ、東大直通って書いてあったんだっけ。ゴーマニズム宣言と有名ですよ。え、僕お前デビューさんだったっけ。ん、他にもう一個なんですよ。いや、それあるんでしょうけど、僕はやっぱおもちゃまくんとゴーマニズム宣言かな、うん、うちのいとこでも、いとこって言っても親父と年が近いぐらいなんだけど、もう東大出て高校の先生やってて、もう定年したんだけど、そうしたら同じ名前で、昔小林義則に行ってきた時に、あの人頭いいから漫画描くの、漫画描いてそしたら高校の先生だったんだそうだよね、もう6時近くなってきたからね、最後の告知だけしとこうか、明日のね。あ、そうですね、うん、なんか告知ばっかりであれなんですけど、いやいや、明日19時半に会場で、会場でスタートが8時で、場所は新宿、うん、ディスクユニオン昭和歌謡館の上の、うん、デュース新宿4階のデュース新宿というところで、住所が新宿 3-28-4、 よく覚えてます ね、 そうです、 3-28-4 で見てみる、三峰ビルの昭和歌謡館の奥に行ったところの、はい、エレベーターから上がってください、4階まで上がってください、はい、で会入場料は3500円、はい、音源付き、音源付きで楽しみにしてください、はい、ということですね、はい、それじゃあまた今日もね、突然ちょっと始めたけども、またよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、どうも。